ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。ドライブドライブ。どうした、霊夢。浮かれてるな。今度、日帰りバスツアーに行こうって話になってね。ああ、いいな。温泉に入って、美味しいものをたくさん食べてくるつもりよ。お土産を頼むんだぜ。ラジャー。で、どこに行くんだ。まだ決めてないの。今パンフレット見てるところよ。そうか、気をつけてな。まあ、観光バスだし、高速道路だし、ここは日本だし、どこに行っても安全よ。安全か。な、何よ、マリサ、その間は、めっちゃ気になるんだけど。史上最悪のトンネル事故のことを、不意に思い出したんだぜ。え、なんそれ？トンネルの天井が落下して、走行中の車が巻き込まれて9人が死亡した事故があったんだぜ。思い出した、あれはすごい大惨事だったよね。でも詳しくは知らないのよ。わかった。じゃあ、今回は、笹子トンネル天井板落下事故、について解説していくぜ。まず、笹子トンネルについて説明していくぜ。笹子トンネルは山梨県の大月ジャンクションと勝沼インターチェンジ間にある、中央自動車道本線のトンネルだ。全長は下りが4717メートル、上りは4784メートルで、上下線ともに2車線になってるぜ。4キロ以上、長いトンネルなのね。その長さのせいもあって、工事着手から開通まで8年もかかったんだぜ。ちなみに維持管理は中日本高速道路株式会社、通称ネクスコ中日本が行ってる。トンネルって完成までに、思ったより時間がかかるのね。笹子トンネルは規模も大きいしな。トンネルの内部は排気ガスがこもりやすい構造だから、換気装置の設置方法なんかもしっかり決めないといけないんだ。換気のことってあまり考えたことがなかったけど、確かにトンネルって長いし、排気ガスも充満してしまうものね。次に事件の概要について解説していくぜ。笹子トンネル天井板落下事故が起こったのは、2012年12月2日。行楽日和の日曜だったぜ。そんな日曜の午前8時5分頃、東京に向かう上り線トンネルの大月川出口から1700メートル付近で事故が発生。トンネル天井の横5メートル、奥行き 1.2 メートル、厚さ8センチ、重さ 1.2 トンのコンクリート板約270枚が、138メートルにわたり、突如として折り重なるように崩れ落ちたんだ。1.2 トンのコンクリート板が、270枚も。事故発生時、走行中の自動車3台がコンクリート板の下敷きとなり、このうち2台から発火した。トンネル内で火災が発生して黒煙が上がった上に、天井崩落により煙除去装置が使えず、現場はレスキュー隊が向かえないほどの高温となったんだ。しかも他の天井板がいつ落ちてくるかわからない状態で、奥では爆発音も聞こえていたせいで、救助活動は何度も中断せざるを得なかったんだ。この事故により、2名の方が負傷し、9名の方が亡くなったんだ。死亡者数が史上最多の事故となったぜ。すぐ助けに行けなかったのね。そうなんだ。鎮火できたのが3時間後の午前11時6分だったぜ。マリサ、この事故の原因は何なの？なんで天井板は落ちたのかしら？ポイントとなるのが、このトンネルの換気方式が、応急換気方式、という仕組みを採用していたことだ。応急換気方式、どういう仕組みなの？簡単に言うと、トンネルの一部を仕切って、そこを換気用のダクトにする方式だな。トンネルの一部を仕切る、もしかして、笹子トンネルの場合は天井部分を仕切っていたの。大正解だぜ。笹子トンネルは天井部分にダクトを作ったんだ。さらに、換気ダクトを排気ダクトと送気ダクトの2つに分けていたぜ。下が車で上が換気の2階建てなのね。でも、工事が大変そうね。かなりのコストがかかったんじゃないかしら。そうなんだ。コスト面ではかなり不利なんだが、安定した換気ができるということで、かつては長いトンネルや海底トンネルによく使われていたんだ。かつては、ってことは今は違うの。さすが霊夢、鋭いな。現在は、ジェットファン、という巨大扇風機でトンネルの換気をすることが多いんだ。ジェットファン。霊夢、トンネルでこういうものを見たことないか。ああ、確かにドライブ中に見たことあるわ。これが、ジェットファンなのね。このジェットファンの性能が良くなったこと、自動車排出ガス規制が強化されたことも影響して、かなり距離が長いトンネルでも強力な換気機能を備える必要がなくなってきたんだ。2012年の調査だと、
トンネルの換気方式の比率は、OU 換気方式 1.3%、ジェットファン式が 81.2% と圧倒的な差があったぜ。技術の進歩で、トンネルの構造も変化してきているのね。笹子トンネルの話に戻ろう。なんで天井板が落下したのかというと、この天井板は排気塗装機を仕切る仕切り板とともに、吊り金具で固定されていたんだ。へぇ、天井板って、吊り金具とトンネルは木の受け台に乗っかってるだけなのね。危うい感じがすごいわ。そうだな、板の大部分は支えがないような状態だもんな。この構造で一番負荷がかかるのは、吊り金具とトンネルの天井なんだ。そんな負荷のかかりやすい吊り金具なんだが、トンネルの天井と16本のアンカーボルトで固定されていたそうだ。それで、このアンカーボルトが抜け落ちてしまったことで事故が起きたんだぜ。アンカーボルトって何？構造部材をコンクリートに埋めて使うボルトのことだ。基礎工事で使うやつだな。笹子トンネルでは、ケミカルアンカーという接着剤を利用したアンカーボルトを使用していたんだ。ケミカルアンカー、どういうものなの？化学反応を利用した接着剤によって、ネジや鉄筋を固定する方式だぜ。まずコンクリートに穴を開けて、強力な接着剤のカプセルを埋め込む。そこにボルトを差し込むと、接着剤カプセルの効果でしっかり固まるっていう構造だな。なるほど、ボルトを差し込むときにカプセルが破壊されるんだね。その通りだ。トンネルの構造で言うと、カプセルから出てきた接着剤が硬化することによって、アンカーボルトで吊り金具を固定していたってことだな。それなら安全じゃないの。なんでアンカーボルトは抜け落ちたのかしら。ボルトを埋め込むために開けた穴のサイズがバラバラで、ボルトの長さと合っていなかったんだ。え？それはひどいわね。穴を深く掘りすぎたせいで、接着剤が均等に行き渡らなかったみたいだな。そのせいで、接着が不十分になってしまったんだろう。それじゃあケミカルアンカーの意味がないわ。工事の時はちゃんと指示したの。施工当時、ケミカルアンカーで固定する方法は最新の技術だったんだ。おそらく、穴の深さや接着剤を定着させるための長さに関する基準がなく、施工の時の指示も十分ではなかったと思われるぜ。なるほど、まだ施工の実績が不足してたのね。そんな状態で何十年も経っていたと考えると恐怖だわ。あとは強度計算のミスもあったんだ。設計段階では、1本の軸に 1.2 トンの力がかかると考えていた。しかし、事故後に事故調査委員会がシミュレーションを行った結果、1本の軸に2トンの力がかかることが分かったんだ。計算の 1.6 倍も負荷がかかってるじゃない、見積もりが甘すぎだわ。換気ダクトでトンネル内の換気を行うたび、仕切り板に風圧がかかって天井板を固定しているボルトに引っ張る力が働くんだが、この力が設計段階では考慮されていなかったみたいだな。なるほど、換気の風圧でボルトが引っ張られるのね。それは実際に運用しないと見落としそうね。それから、天井板がその両隣の天井板と連結する形で設置されていたことも事故を大きくしたと考えられるんだ。どういうこと？実は2006年にアメリカで同じような天井板落下事故があったんだ。その時は、12メートルにわたって、約2トンの天井板10枚が落下して、1名が死亡した。アメリカでも同じような事故があったのね。笹子トンネルは138メートルにわたって270枚が落下してるから、規模はかなり違うけどな。それで結局、なんで笹子トンネルがこんなに大事故になったのよ。天井板がその両隣の天井板と連結してたって話をしたろ。そのせいで天井板がドミノ倒しのように落ちてしまったんだ。天井板同士が連結されていなかったら、こんな大惨事にはならなかったかもしれないぜ。なるほど、天井板同士が独立してたらアメリカの事故と同程度の被害で済んだかもってことね。そうだな。だが、もし完璧な設計や施工がなされたとしても、経年劣化は避けられないから、最後は点検で発見して事故を未然に防ぐしかないんだ。そうね。点検の大事さが身に染みるわ。笹子トンネルも1年に1度の定期点検、5年に1度を目安に詳細点検をしっかり実施していたんだ。詳細点検は、事故が起きた2012年にも実施されたんだぜ。え、2012年ってことは、事故の直前にも点検してたってこと？そうだな、事故の2ヶ月前、2012年9月末だぜ。それなら、なぜ事故が起きたのよ。この時は異常が見つからなかったんだ。ええ。どうして？トンネルのコンクリート強度の調査は、ダウン検査、という方法で行われるんだ。
検査員がハンマーでコンクリートの表面を叩いて、コツコツという高い音ならOK、ボコボコという低い音の場合は空洞があると判別するんだぜ。事故の12年前となる2000年、天井板の上に足場を用意して打音検査を実施した結果、異常がなかったと記録がある。うんうん。だが、2005年の検査は目視のみで実施されたぜ。そして2012年、手の届くところは打音検査をしたものの、天井の打音検査は実施されなかったんだ。ちゃんと打音検査をしていたら、異常がわかったはずなのに。笹子トンネルは交通量が多いから、換気ダクトのサイズがとんでもなく大きかったんだ。天井板からトンネルの上部までは 5.3 メートルもあって、点検するのはかなり困難な構造だったと言えるな。そんな点検しにくい構造のために、点検がおろそかになったと言える。その証拠に他のトンネルは笹子トンネルよりも高さが低いため、すべて打音検査が行われていたんだ。足場を組まなきゃいけないから大変なのはわかるけど、それをしなきゃ点検の意味がないわよね。そもそも笹子トンネルは開通から40年間、天井板を固定するボルトや金具の定期交換や補修は行われていなかったんだ。ただ、定期交換は法令で規定されていなかったし、違法ではないぜ。なるほど、法令にも落とし穴があったのね。事故の原因が分かったところで、次に事故の影響について簡単に触れていくぜ。よろしく頼むわ。事故があったのが、12月2日だったな。その後、12月29日まで通行止めが続いたんだ。そして、対面通行を経て、翌13年の2月8日にやっと再開通したんだ。この通行止めによって、経済損失は全国で600億円以上だったと試算されているぜ。年末年始だったのも痛いわね。事故のその後についても話しておくぜ。確かに他のトンネルは大丈夫だったのかしら。この事故を受けて、国土交通省は同じ型のトンネルに緊急点検指示を出したんだ。すると、対象の60トンネルのうち16トンネルで不具合が発見、緊急補修を指示されたぜ。どれも安全上の大きな問題があるわけではなかったけど、その後、天井撤去を行ったトンネルが激増したんだ。それは良かったと言えるわね。人間は間違える生き物だからな。ネクスコ中日本は、八王子支社敷地内に安全啓発館を設置したぜ。ここには、実物大のトンネルの模型、被害に遭った実物の車両、天井崩落につながった損傷したアンカーボルトなどが展示されているんだ。社員の研修目的に使用してるそうだぜ。事故を風化させることなく、安全を最優先して行動する人材を育成してほしいわね。この事故は、トンネルのみならず全国のインフラの老朽化に警鐘を鳴らしたんだ。そして事故から1年半後、道路法が改正されて全てのトンネルの詳細な点検が義務化されたぜ。インフラは安全で当たり前と思ってしまうけど、安全を維持するためには、人もお金も私たちの意識も必要なのね。というわけで今回の話はここまでだぜ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故や災難から、様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録お願いだぜ。この動画がためになったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。ということで、ご視聴ありがとうございました。